レクターストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅である。マンハッタン区フィナンシャルディストリクトのグリニッジストリートとレクターストリートの交差点に位置し、位置系統が終日停車する。駅は1918年7月1日、ブロードウェイ -7 番外線が34丁目、ペンステーション駅から サウスフェリー・ループス駅まで延伸した際に開業した。新しいエッジシステムが1918年8月1日に導入され、タイムズスクエア -42 丁目駅北を走行するすべての IRT ブロードウェイ -7 番外線列車は、サウスフェリー駅、ウォールストリート駅方面域となり、42丁目駅から分岐し、 グランドセントラル駅へ向かっていた列車は、現在の42丁目シャトルとなり、両駅間の往復運転となっている。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロが発生し、ワールドトレードセンターのビル2棟が崩落、この影響で付近の地下を通過していた、ブロードウェイマイナス7番外線のトンネルは、 コートランドストリート駅のあった場所も含めて575フィート近くが完全に破壊された。このためブロードウェイマイナス7番街線本線はチェンバーズストリート駅南が普通となった。その後、完全に破壊された575フィートを含めた約1000フィートの区間でトンネルが再建され、2002年9月15日より列車の運行が再開され、同時に当駅も営業を再開した。 なお、この閉鎖期間中に、駅は、改装を行っている。2012年10月に、アメリカ東海岸を襲ったハリケーンサンディの影響で、南隣駅のサウスフェリー駅が浸水の被害に遭い28日より、駅が閉鎖された。この結果2013年4月4日に、旧ループ線ホームへの発着を開始するまでの間、 終着駅をなくした一系統の列車は全列車あたり駅を終着駅とし折り返し運転を行っていた。駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅である。アートワークは一切ない。駅には南北ホーム上に独立して計5箇所の改札口がある。なお、ホーム間連絡通路はない。ありがとうございます。